三雲高江は、日本のフリーアナウンサー、ニュースキャスター、TBS アナウンサー第17期生、本名、星高江、旧姓、三雲。東京都渋谷区出生後、神奈川県横浜市で育つ、血液型大型、上智大学外国語学部フランス語学科卒業。父である、三雲志郎が、産経新聞の特派員になったこともあり。 小学2年の夏から小学6年までイギリスで生活した。そのため英語が得意でフランス語も話せるという。探せ、魔王学校を経て指定高推薦で上智大学外国語学部フランス語学科に進学する。大学3年の頃に文学座研究生に合格。その後、TBS のアナウンサー試験にも合格。大学4年時には 新聞広告の公募に応募し、日本テレビの特別番組、夢と冒険。アメリカ大横断の出演者7人の一人として、アメリカ合衆国を、キャンピングカーで横断、建国200年祭を取材したことがある。1977年4月、アナウンサー第17期生として TBS に入社。同期には、アナウンサーのコーズ子、吉川美代子、 多色では TBS 報道局記者、執行役員の金平信劇、TBS ビジョン代表取締役社長兼、TBS ホールディングス執行役員の田代冬彦、推理作家の伊沢本彦がいる。入社後、3時に会いましょう。ネットワーク、JNN ニュースコープなど同局を代表する、報道、情報番組を中心に担当。一方で、音楽番組や、バラエティ番組の司会も、 デビロクコナス1983年、ナルヒトシンノ郎が、オックスフォード大学に留学した折には同行取材し、記者団の中でこう一点だったミクモは、広宮と会話を交わしながら、ロンドン市内を一緒に散歩した。この様子は、TBS スタッフによって、テープに編集され、東宮御所に献上された。当時の皇太子であった、上皇は、 家族と共にこのビデオを楽しんだという。昭和天皇が放御した1989年1月7日には、夕方の JNN 報道特別番組に出演し、新元号に平成が決まったことなどを伝えた。1989年、TBS ビジョンのプロデューサーで6歳年上の星、勝幸と結婚。遡ること12年前に、三雲が、 3時に会いましょうのキャスターをしていたときに、星はディレクターを担当していたため仕事上で関わりがあった。1990年10月10日に TBS を退社。TBS を退社後、フリーアナウンサーに転身する。フリー転身直後に出演した TBS の特別番組、日本人初、宇宙へでは、 秋山豊博が登場するソユーズの真下に相当する世界各地の都市からリポートを届ける地球特派員を担当した。1991年2月には NHKBS2 特別番組で初めて TBS 以外の番組に出演した。同年夏に長女、星誠を出産。1992年4月からは tbs 以外での初レギュラー番組となるテレビ朝日、報道他チャンネルでキャスターを務めた。前後して1991年4月開始の tbs ブロードキャスターの初代メインキャスターに就任2004年9月までメインキャスターを続けた。2005年にはイブニング5で JNN ニュースコープ以来15年ぶりに tbs の夕方ニュースに登板。2009年4月に イブニングファイブは終了。三雲自身も夕方ニュースから勇退した。2009年4月からは、昼帯の火曜コメンテーター、情報7デイズニュースキャスターのレギュラーコメンテーターを務めている。三雲の土曜22時代での出演は、メインキャスターを務めた全番組、ブロードキャスターを降板した2004年9月以来である。 番組総合司会の TBS アナウンサー、安住紳一郎とのレギュラー番組共演は、ジャスト終了以来4年ぶりである。2009年にテレビショッピングチャンネルのショップチャンネルで、三雲アナのフェンスアップクリップを開発、プロデュース。これは、ショートヘアの女性のために、三雲が、かねてより試作していた手作りのクリップを商品化したもので、三雲は、 ショップチャンネルの通販番組にもゲストプレゼンターとして出演した。2010年5月から9月までは金曜プリティの司会として TBS 制作平日午後のワイドショー枠3度目の当番を果たす。2012年4月、子供目線のニュース番組ニュース少年探偵団のメインキャスターに就任。イブニング5終了以来約3年ぶりに レギュラー放送の報道番組でキャスターを務めた。2014年9月に同番組が終了した後も、後継番組、丸わかり、日曜ニュース深掘り土曜ニュース丸わかり、でメインキャスターを務めた。2014年10月からは、BS 富士の音楽番組、あなたの歌謡リクエストで司会を担当。三雲が TBS 以外の番組に、レギュラー出演したのは、 報道他チャンネルが終了した1993年9月以来21年ぶりであった。テレビラジオ太字は現在出演中の番組。ありがとうございます。